高校の教科選択で大学受験の平均点高い方を選ぶか、自分が好きな方を選ぶか迷ってます。アドバイスをください。大学受験の平均点高い方を選ぶのがいいと思います。自分の好きな方は自分で学ぶのも苦じゃないはずなんで、趣味でもできるので、でかつ大学の受験で受かりやすい武器が1個増えるんだったら、そっちは選択で取って、好きな方は自分で趣味として勉強したらいいんじゃないでしょうか。最近どんな本に読まれましたか？最近なんだ、ジョン・フォン・ノイマンっていうあのマンハッタン計画に参加していた、悪魔の頭脳とか火星人とか呼ばれてたすっごい頭いい人 の評論、評伝みたいなの読みましたね。ついさっき読みましたね。尊敬している上司の方と話すとき緊張してしまい、うまく話せません。どうしたら良いですか？すげえいいことじゃないですか。相手は不快に感じてないでしょう。あとは言うのがいいですよね。すいません、尊敬してるんで緊張します。尊敬してるってはっきり伝えるのって、まあまあイニシアチブ取れるんでおすすめですね。11月に留学の選抜試験で、あ、トフがある、あ、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや、俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、このままの勉強法でいいのかっていうのは、模擬試験とか対策で結果出てんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですか、ね、とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。兄の高圧的な態度にストレスを感じてしまいます。お互い社会人で実家暮らしです。昔から兄弟仲が悪く口も聞きません。兄は私に気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げてきます。私も言いたいことを言おうと思うのですが、目に見えない圧と思っていることを言葉にするのが苦手で何も言えません。兄のことがいくら家族とはいえ害としか捉えられません。こんな兄どう向き合ったらいいですか。まあ、読む限り多分害なんでしょうね。実家暮らしなんだ。実家から出れませんか。出た方がいいと思います。家族に尽くす必要ってそんなにないと思うので、出た方がいいと思いますよ。気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げたりする。お互い社会人で、社会人なのにこんなことする人ってやっぱ世間的には結構需要があるんですよ。 YouTube でね、定期的になんか電車の中で大きな声を上げて暴れてる人の動画ってバズったりするじゃないですか、ショート動画で。みんな怖いもの見たさで見たいんですよ、ああいうの。なので今のうちにこのお兄さんが物に当たってるとこいっぱい動画アーカイブしといてください。で、実家出て、もしかしたらあなたが一人で暮らす際の、収入的な手助けになるかもしれないので、動画撮っといてもいいんじゃないでしょうか。過去に傷ついた思い出が未だにフラッシュバックして、また嫌な気持ちになってしまいます。なぜネガティブな記憶ばかり鮮明に思い出してしまうのでしょうか。そうね、そういうもんなんじゃないですか。人間って自分が調子に乗らないようにできてんじゃないですかね。寝る前にいい思い出ばっかだとやっぱ人間ね、すぐ天狗になっちゃうんで、そうならないシステムが備わってると思ったらどうでしょう。21歳です。私は人前で喋るとなると緊張しすぎてうまく喋れないんですが、人前でも緊張せずに話せる方法ってありますか。みんなに見られてると思うと余計緊張します。学生の時から苦手で発表する授業とかは嫌いでした。今は社会人です。なるほど。発表する前にどれぐらい練習してますかね。人前で喋るの得意不得意って本当に練習量で何とでもなるもんなんですよ。心を打つプレゼンなんてする必要なくて、持ってきた情報をちゃんと伝えればいいんですよ。発表なんてもんはテッドやるわけじゃないですもんね。人に見られてもね、まあ多分自転車乗れるじゃないですか。でも一輪車ってこける可能性あるじゃないですか。乗り慣れてないからの違いであって、プレゼン内容を本当に1000回ぐらい練習すれば誰でもそれっぽいプレゼンできるようになります。自分の能力が緊張によって1割しか発揮できなかったとしても、1割でちゃんと伝えることができればいいだけなんで、はい、そもそも練習量が足りてない人が多いです。地理と政治経済の勉強は分かりません。多分この書き方だと学校の勉強、高校とかね、受験までの使い方なんだと思いますけど、政治経済はもう 100% 暗記科目なので別に同等になります。あんまり政治経済で長い文章を書かせる、まあ、栄養入試とかじゃない限りあんまりそういう系のやつってないので、全然暗記で基本なんとかなります。そもそも政治経済で暗記で答えが出せないようなやつを学生受験生に聞いたところでろくな答えは返ってこないので、多少記述があるにせよそれの模範解答もある程度決まっているので、そんなに深いやつはありません。分かんない、東大とかで何かあんのかなとか京大とかであんのかなっては知りませんけど、基本的には大丈夫だと思います。
地理もほぼほぼ暗記でなんとかなるんですけど、ちょいややこしい問題も出てくるので、まあ、そこまでは勉強法が分かりませんってレベルじゃないと思うので、とりあえずまるっと覚えちゃうのが楽だと思います。対応できないやつは対応できなくても合格点は達するので、まあ覚えればなんとでもなります。30代です。家に帰ると YouTube か TVer しか見てません。将来のことを考えて積み立て NISA はしているんですが、これだけで良いのでしょうか。あー、なるほど。30代でしてた方がいいことがあれば教えてください。でも積み立て NISA してるってことは金融に興味があるってことですよね。多分見てる YouTube も多分金融系の方が多いと思うんですよ。なら多分いいサイクルに入ってるんじゃないかなと思いますね。ただ積み立て NISA やったくらいで、あの将来ビビったる額にしかならないんで、今ねどうしてもやった方がいいっていう人いるじゃん、いっぱいいるじゃないですか。あれ言うとアクセス数が稼げたり商品が売れるんですよ。積み立て NISA ぐらいで、あの将来どうにもならないです。なのでそれを理解した上で行動した方がいいんじゃないかなと思いますね。金融資産をある程度将来明る心配なく過ごすぐらいになるには、まあね、入門としてはいいんですけど、入門させるのが目的にみんなあれ言ってるだけなんで、そういう意味では知ってた方がいい。そうですね、NISAとかで積み立てるぐらいなら支出減らしてなんか可処分所得増やした方がいいんじゃないかな。支出減らそうがいいと思いますよ。支出を減らす生活をできる術を身につける方が。 YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか。ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいので、ファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営してなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので、ガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、 何百万人っている数字の中の一つでしかないので、あ絶対にかなわないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。担当業務の中で苦手な仕事があります。何回こなしてもうまくいかず終わっても達成感がありません。苦手な仕事をどのように乗り切っていますか。乗り切れるんだったらもう時間をかければいいんじゃないかなと思います。頭使わない仕事するのが僕は苦手なことが多いですね、ルーティンワークの方が。でもそれってもう腹さえ食って無心になれば、まあ時間くれば終わるじゃないですか。そこは我慢できるんですけど、頭使う上に苦手な仕事もたまにあったりするんですけど、それはもう向いてないんでやめますね。この春から大学生になりましたが、国公立が不合格で地元のいわゆるエフランと呼ばれるような大学に行きました。ですがやはりエフラン大学はレベルが低い、人間の質が悪くて授業内容も中学レベルです。私は地元の進学校に行っていたので少し物足りなさを感じます。私は警察官になりたいのですが、早くこの学校を出たので高卒枠で受けるのはありだと思いますか。いや、なんで浪人したら、お金の都合で浪人できなかったのか。でも入学する金あったんだったら浪人した方がいいし、今すぐやめた方がいいんじゃないですか、ね、人間の質が悪くって言い切れるぐらい嫌なんだったらやめた方がいいと思います。で進学校になったらそれは国公立に受け直すのがいいんじゃないですかね。人見知りで人とうまくコミュニケーションが取れません、どうしたらいいですか。コミュニケーションが取れません、どうしたらいいですかって一文になってるんですけど、コミュニケーションが取れませんって丸を打ってください。相手がどう捉えるかっていうのを考えるのがコミュニケーションなので、そういうのを気にするだけでなんかうまくいくようになると思います。やると決意したことができません、ダイエットや朝活など、そんな自分が嫌になりさらに何もできなくなります。どうしたら決めた通りに動けますか。さらに何もできなくなるってのもよくわかんないですけど、いや無理やり朝起きたらどうですか。それもできないですか。三日坊主って本当よくできた言葉で、3日続けてみたら次1週間できるかどうかって次のステップもいけるじゃないですか。3日続けてみませんか。私も毎年1月1日から100日間筋トレを頑張るって決めてるんですよ。もうここ何年かそうなんですけど、
1月1日から100日間は毎日筋トレして、残りの265日はそこそこにするっていうのがすっごいね自分に合ってるんですよ。何でもいいんですよ、しょうもないことでも100日1回続けたっていうのがあると次はもっとしんどいことで100日続けられるようになるんですよね。何でもいいんで続けられたっていう快感を1回味わってください。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮がありますが、どんな親にも当てはまりますか？もちろん当てはまんないって言ってほしいんでしょうけど、当てはまんないですよ。そりゃそうでしょう。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮があるんだ。感謝してもしなくてもいいと思いますよ。母親の言動に嫌悪感しかなく一緒にいて不快です。感情的で物事を自分の尺度でしか見れず、偏見に満ちている意見を押し付けてきます。母親だから育ててくれたことや経済的に面倒を見てくれたことに対して感謝の気持ちはありますが、人として関わりたくありません。親に対してこの感情をどうすればいいですか？お母さんに対して育ててくれてありがとう、経済的に、面倒を見てくれてありがとうって伝えて、でも耐えられないので家を出ますって家を出てください。血がつながってるからといって、まあ日本の法律はね、親子の縁は切れないんですけど、でも形上距離を取るってことは結構いいと思います。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか？技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのか、ただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったらめちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか？ちゃんと入ってんじゃねえかよ。いいじゃねえかよ。そういうもんだろうよ。楽しまなくていいよ、ささっと入って出てこい。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越す他に解決案があれば教えてください。ねえじゃねえすか、そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何？洗濯してねえんじゃない、逆にくせえもん干してんじゃない。引っ越す他に解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないとこがいいんじゃないかな。窓そんなに開けないですか？俺絶対開けたくないんですけど。窓開けない生活楽しむのがいいんじゃないですかね。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしでこの周り同士の仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか？マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁にはいけると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚ってただの制度なので。マインドフルネスとか流行っていますが、それ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか？マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね、こういう質問が来るってことは。その本を別に理解しなくても、マインドフルネス、まあ僕もざっとしか読んでないんですけど、別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うんで、流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいからざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。はじめまして。カズレーザーが以前、もうすごい呼び捨てで書いてくれてありがとうございます。カズレーザーが以前、スティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルって成績を伸ばしているということを話されていて、今まで自分が辞めたり周りに迷惑をかけるんじゃないかと思っていましたが、自分がさらに働きやすい環境に行くために転職活動をしています。最終面接まで一社進んでいるんですが、最終面接のカズレーザーさんなりの攻略法というか考え方がありましたら教えていただきたいです。そんなに少人数の募集なのかな。そっか、中途採用はね、それもあるか、新卒じゃなければね。いやもうでも最終まで行ってんだったらもう攻略法とかないですよ。一体多数、自分より多い目があることがね大半なんで、そこは作ったもので切り抜けられるもんじゃないです。ね、これね、ジョブズいなくなってもアップルって成績伸ばしてるっていうのがなんかいろんなところで転載されたりしてるんですけど、これはあの場で言ったことであって全員に向かって俺喋ってないです。基本的に言葉は全員に向けて喋ってないです。まあ都合よく解釈してくれれば一番いいんですけど、あなたに対して言ってないのに全然俺に当てはまんねえじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、ちょっともうちょっと落ち着いて生きてください。
現在大学2年生です。時給労働が嫌で自力で稼ぐ術を身につけようと思い切って長年勤めていたバイトを辞めました。しかし本当にこれで良かったのか、将来の不安が大きく膨らんでしまい全く先に進めません。おお、いや正しいんじゃないですか。時給労働ってのは本当に良くないことなので、自分の時間を決められた額で売るっていうのが、まあ、時給労働です。時間を売ってるので自分のスキルで対価が得られないので、マジでバイトとかってやめた方がいいです。特に若いうちはすごくいいこと言ってるじゃないですか、自分で稼ぐ術を身につけようと。本当に若いうちにちゃんとやったら簡単にお金って稼げるので、はい、若いうち大学生でバイトするなんてマジで愚の骨頂だと思いますね。一番無駄なことだと思います。まあ、例えば何か投資とかするから元手がいくら必要とか先々があるなら、まあ、分からんでもないですけど、基本的に学生がバイトするのはマジでやめた方がいいと思います。そんなことするよりなんかちょっとしたことで金くれる人探した方が絶対ですよ。そっちの方が絶対得です。たかが4時間のパートで金にもならん内職して俺と別れたら一人で生きていけるんかという旦那に言い返せる素敵な言葉をお願いします。ちなみに平日4時間パートして勤先の仕事を持って帰って内職してます。勤務先の仕事を持って帰って内職してます。夫婦2人暮らし、娘は社会人、息子は大学1年生。なるほど。マジで今から、Python とかそういったプログラムを覚えて、もう仮想通貨のボットとか組めるようになったら、多分この旦那の年収より稼げるので、そっちの方がおすすめです。4時間のパートだとずっと続けてる限りは多分旦那のことを言い明かすのは無理だと思います。だって金の話してんだから。こういう人のマウントを取り返すには金しかないんじゃないですかね。高校生になったら高校生クイズにチャレンジしてみたいのですが、何かクイズのコツとかありますでしょうか。はあ、なるほど。高校生クイズはテイストが急に変わったりするので、うーん、難しいですけど、今は地頭力みたいな感じなのかな。発想系のクイズ内容になってると思うんですけど、あれは発想系に見つかけた知識問題なんで、結局全部クイズです。知識で解くしかないです。現在無職です。親には専門家大学には行きなさいって言われてて、私もどっかには入らないといけないなとは思っているんですが、現実的にできることでやりたいことが何もなく、毎日YouTube しかやってないです。もともとは声優を目指してはいたのですが、親に絶対になるなって否定されてから何も見つからないです。ここから先が何も見えなくて不安です。どうすればいいでしょうか。毎日絵やってんだったら絵で食えばいいんじゃないですか。副業的に今絵はお金に変わりやすいと思います。さっき AI の話が出てきて、クリエイターの価値が見直される時期になってると思うんですけど、でも実際に絵を描けるっていうのは一個の能力なの で絵が描けた方が AI にどういう指示を出したらいいかとかはやっぱ学びやすいと思うので、すごい潰しが効く能力です。頭の中の理想像を二次元に起こすというのはやっぱすごい能力なので、絵を描き続けたらいいと思います。あとは絵と YouTube やってるんだったら、ね、おじいちゃん先生じゃないけど絵を教える YouTube どうですか。もっともっと初心者向けのこと教えてほしいんですよね。すげえスキル見せるのもありなんですけど、投資系のビジネス系の、ね、YouTuber とかもそうなんですけど、めっちゃ儲かってる話か、誰でもできる入り口の話がやっぱ需要はあると思うので、そこそこの人のそこそこの話ってやっぱ一番ね、その人の人間的な魅力でしか勝負できなくなっちゃうので、やっぱすっごく入り口なところをやったらどうでしょうかね。まあでもそれでも収益化するのはなかなか大変だと思うんですけど、何も やることないんだったらそれがいいと思います。先日彼氏に振られました。理由は私が痩せるって言ってたのに全然その様子が見られなかったからだそうです。自分的には痩せてはいないけど普通体型だと思ってます。やはり体型は大事ですか。こういう理由で振られることは普通にあるのでしょうか。普通にあると思います。その彼氏が何を求めてるか、彼女に何を求めるかっていうのはその彼氏次第なので、その彼氏は世間一般でいうなんか痩せた体型っていうのを求めてたってわけじゃないですかね。でそんな彼氏に別に合わせる必要はないと思います。この人の体型見てないんで分かんないですけど、探しゃその人の体型好きな人ってのはいます。ただ需要がより多い体型ってのもあるのは事実です。この彼氏に振られたなら別に他の彼氏を探してもいいと思います。でもその彼氏がどうしても忘れられないんだったら、その彼氏に合わせた体型になるっていうのも一個の選択肢であります。めんどくさいですけど、
ただそこまでも彼氏なのかなとも思いますね。本当にうなるほど金持ってて、うなるほどの利権を持ってる彼氏だったら体型ぐらい僕も変えるなと思うんですけど、そうじゃなかったら別にいいなって思います。探しは多分います。やる気が出ないから勉強したくないとか言ってる場合じゃないくらい受験が迫ってきて怖いです。やる気が出ないときはどうしたらいいですか。はあ、でもやる気が出ないんですか。やる気と勉強を分けて考えるのがいいんだとは思うんですが、どうでしょう、分けられないですかね。いやでもやる気が出ない、やりたくないのはもうしょうがないですよね。やりたくないもいっぱいありますけど、勉強しなきゃいけないこととやる気があるないがちょっと混同してるんじゃないですかね。やる気なくてもやった方がいいと思います。もちろんモチベーションが高まってる状態で勉強した方が効果は出るんですけど、モチベーションが低い状態でもやらないよりやった方が効果は出るので、やらざるを得ないっていう風に考え方をシフトするのがいいんじゃないですかね。とりあえずこの動画とかこのコメントを書くのをやめた方がいいですね。もう基本的にだからスマホとか捨ててもいいと思いますね。今大事に持ってるものって10年後マジでいらないものが9割ぐらいなんで、はい、とりあえずスマホ解約しちゃってもいいと思いますけどね。その方が勉強できますよ、どうやったって。人ってなんで生きていると思いますか。愛されるために、それともなんとなく生まれてきたから生きるのでしょうか。だからこういうどうでもいいことを考えられる余裕があるのはもう生きててよかったって思いますよね。哲学ってやっぱすげえ難しいんですけど、ちゃんと理解できてない生病法の哲学ってすっごい楽しいんですよ。なんか考えた気になれるというか、なんか高尚な時間を過ごした気になれるん でこういうことをなんで生きてるんだろうとか考える必要が全くないことを考える余裕があるのってやっぱ幸せだと思いますね。生まれてきてよかったと思いますね。こんなに温暖化が進み、どんどんと辛い異常気象が待っているのに、なぜ子供を産む人がいるのでしょうか。わあ面白い、なるほど、まあ、多分未来があんまり幸福に思えないから、そんな状況、未来が暗そうなのになぜ子供を産むんだろうっていうことなんですかね、この方の意見。未来が辛いのにこの方もなぜこんなコメントして生きてるんだろうって話になりませんかね。みんなそんなに絶望してないってことだと思いますよ。中3受験生です。面白歴史暗記法みたいのがあったらお願いします。わーすごいね。今もたまに動画上げてる、昔学校へ行こうとかに出てた高慶応さんっていう、ラップとは名ばかりのなんかダラダラと歴史用語をつらつらと言う人がいるんですけど、下手だなと思いながら聞いてるとすっげえ面白いんで、そういう動画がいいと思います。あんまりクオリティが高すぎるとダメなんですよ、うん、変な人だなって思えるやつがめちゃめちゃいいです。そういう方が記憶に残るので、そういう人探してください。だから歴史さんみたいにすごすぎると入ってこないんですよ。技巧の方に目がいっちゃうんで、下手くそなやつを探すのがいいと思います。まあ、高慶応さん最近すげえうまいんでちょっとなんとも言えないですけど、下手な頃の方がやっぱり、ね、面白かったですね。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに、何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですね。まあこういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いている友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんですよ、選択肢として。で考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよ。その真ん中なんですよね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいです。その人友達候補っていうのはもう世の中いっぱいいるので、はい、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。30代女性会社員です。仕事以外の時間が暇で新しいことを始めたくてボクシングジムへ通おうと思っています。
軽いフィットネス系のジムよりもスポーツとして真剣に取り組めるところが良いのですが、この先プライベートな時間の使い方が変わって、仮に暇でなくなったら通いたくなくなるかもと思うと入会に踏ん切りがつきません。このタイミングで入会した方がいいと思いますか、しない方がいいと思いますか。興味ある時点で入会した方がいいと思います。で、ガチのところ入会するのいいと思います。女性会員ね、少ないんでね、すげえ安く買えるところって結構あるんで、そういうのがいいんじゃないですかね。とりあえず入ってみて、別にいつ辞めてもいいじゃないですか。大した額かかんないですよ。めちゃくちゃグッズが必要なスポーツでもないので、意外とお金かかんなかったりするので、とりあえずやってみたらいいんじゃないですかね。高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標を掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもう平平ボンボンと食っちゃね食っちゃねしたいですね。だらーっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんで、だらだらしたいですけどね。ウィンウィンな関係になれるといいとよく言いますが、新入社員でも上司や取引先に与えられるウィンって何でしょう。営業成績だと思います。業績じゃないかな。音楽聴きながらの勉強ってどうなんでしょうか。人によると思いますけど、僕は結構しています。メリットデメリットがあれば教えてもらいたいです。メリットは勉強ができる、デメリットは集中力がちょっと落ちるってことじゃないですかね。聞かなきゃできないんだったらもう聞くしかないと思います。大学1年です。この夏か2年の夏にどの大学生もやったことのない思いつかないような経験がしたいです。自分は今までレールの上を歩いてきましたが変わりたいです。自転車で日本一周とか、ヨットで日本外周とか、大きなことがしたいのですが、いい案が思いつきません。何かご意見あったらお願いします。自転車で日本一周とか、ヨットで日本外周っていうのは結構な人がやってます。どの大学生もやったことない思いつかないような経験がしたいのを、それを人にアドバイス求めるのは多分あなたにそういうのは向いてないし、そういう引き出しがないと思うので、もっと小さく生きてください。思いついたらすぐやられると思いますし、日本一周がでかいことだと思ったらすぐやったらいいと思います。どの大学生もやったことないみたいな、その競い合う対象が学生とかそういう枠組み作ってるのってあんまり良くないですよ。学生お笑いみたいなの流行ってるんですけど、ああいうのも全くそうなんですけど、学生ってくくってやるのって基本的にあんまり良くないです。同年代でも学生じゃないといっぱいいるし、なんでもないラベリングなので、あんまりそういう分け方はしない方がいいと思います。はい、視野が狭いと思います。自分に自信がなく、人生の岐路において選択するたびに後悔のような不安がつきまとってしまいます。考えても仕方ない不安を打ち消す方法は何かありませんか。はあ、ないと思いますよ。不安はずっとあるんじゃないでしょうか。不安持たないってのは極論バカになるっていうことなので、バカになってもそんなに人生損はないぞってなんか腹くくれるんだったら、バカになっちゃうのが一番楽だと思います。バカになっちゃうと不安は、はい、全然感じなくなります。でもバカになって失敗した場合、取り返しがつかないので、それが怖いんだったら不安でいた方がいいんじゃないでしょうか。不安を打ち消す方法っていうのは、だからそれぐらいですね。なんかメンタル系の本読んだりとかね、そういうのやってもそんなに消えないと思います。もしくはめちゃめちゃちゃんと計算してリスクヘッジしながら生きるっていうのもあるんですけど、まあ、それをやってる時点で多分不安はね、なかなか消えてないと思うんで。どうしても東と西がどちらか一瞬で分かりません。分かるわ、分かんないよね。生活していて方向が分からないのはもちろん、地図上でも3秒くらい考えてやっと東と西が思い出せます。北と南は大丈夫です。何かいい方法ありますでしょうか。今一度関東地方関西地方を思い浮かべて、北を上にして右か左か確認する方をしています。いや、北を上にして確認できるならもうそういうもんですよ。右か左か、俺右か左かが分かんなくなんだよな。右曲がってほしいときに右折してくださいってタクシーの運転手さんに言うの、あれどっちだっけってなんだよ。東と西は分かんなくなるだろう。そんな昔の漁師じゃねえんだから。漁師はね、海辺で働く人はすぐパッて分かんなきゃいけないって言うけど、水潜ってもパッて分かんなきゃいけないって言うけど、北が地図の北が上って分かってるら大丈夫よ。あとはもうスマホに引き合い教えてくれるから、ルートは。新卒1年目社会人です。仕事内容はいいのですが、残業代出ない、毎週早出、絶対定時に帰れない、6連勤もあり、人間関係もいいとは言いません。
転勤したいのですが、新卒1年目で転勤って厳しいでしょうか。転勤なんだ。転勤は会社の都合だからなかなか自分の意思では難しいんじゃないですかね。転職じゃなくて転勤なんですね。その仕事はいいんだ、やっぱ仕事内容はいいから。いや転職の方がいいんじゃない。またやりたいことがないのですがどうしたらいいですか。じゃあ転職がいいんじゃない。だって相当しんどそうじゃない、続けたいんだ。多分転勤しても同じ会社なんだったら同じその就労状況になりそうだけどね。環境は同じなんじゃないですか。通信制高校に通っている2年生です。学校では中学レベルの授業が多く、基本自分でずっと映像授業や参考書、問題集を活用して受験科目だけ勉強しています。ですが現代文の問題を解く際や小論文のための他の科目の授業を大事にしろと映像授業の先生がおっしゃっていました。そこでもう少し自分に教養が必要だと感じたのですが、幅広く教養をつけていくためには他の科目の勉強もある程度しておいた方がいいのでしょうか。勉強だけで得られる教養っていうのは勉強した同士のなんかあるあるみたいなもんなんですよ。同じ勉強してきて同じ程度のなんかものを知ってるからそれを共有できる、それを勝手に教養って思ってることが多いです。多分今大学に行くのが今のところの一番大きな目標になってるんですよね。まあ、本当はもっと先の目標があるといいんですけど、まあ、それを作るっていうのは難しいので、とりあえず大学に、多分受験勉強してるところは大学に行きたいなと思います。それを今頑張ってやるのがいいと思いますよ。ご自分で結構ちゃんと勉強してるっぽいので、とりあえず勉強いっぱいしてください。もっとね、広いいろんなジャンルのことに触れられたらいいんでしょうけど、まあ、通信制高校、まあ、家庭の事情とかいろいろあると思うので無理を言ってもしょうがないので、でも勉強できてるんだったら多分、しかも興味がね外にいろいろ向いてるので他のこともちょっと身につけとこうかなみたいになってる。それでも大学入ってからでも全然できますから、まあ、若いうちにできてやるに越したことないんですけど、大学入ってからでも大丈夫なので、とりあえず1個目の目標を解決するべく、受験勉強してみたらどうですか。その後でも大丈夫ですよ。28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね、なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方、維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしています。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でももういいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかって言ったら分かんないですもんね。まあでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね色褪せないんで、辛くなっても あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ねどっちか あの時ああしたきゃ良かったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてるそういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。不労所得で生きていくには元本がどの程度必要でしょうか。またどのくらいの期間が必要になりますか。不労所得で生きていくには別に元本なくてもいいんですよ。むしろ何もなければ生活保護っていう最強の不労所得が手に入るので、なんかひろゆきさんが言いそうなことになっちゃいますけど、でもそれが最強の不労所得なんですよ。じゃなくて例えば何もしなくても1億円毎年入ってくる、
みたいなことになったら1億円 5% ぐらいだから結構必要になりますね。そうなると20億ぐらい必要になるかな。でもそういうことじゃないんでしょうね。最低限の生活の目標を立ててそこから逆算していくのがファイアっていう方法なので、こういう質問をしていくうちに多分不労所得を見つける方法は見つかってないと思うので、普通に働いた方がいいと思います。基本的にはそういう生活になれる人はいないです。ファイア目指してる人ね、若い者すっごい多いんですけど、はい、大抵失敗しますね。そんなぐらいの覚悟じゃ無理だよって誰かアドバイスした方がいいと思います。気になる人が2人います。どちらか1人に決めるべきですか。日本は重婚が認められてないんで、結婚するってなったらどっちかに決めた方がいいと思いますね。それ以外の時は別に、そんな決めなくてもいいと思いますよ。国語の勉強の仕方、答文現代文、語彙の増やし方、集中力のつけ方、記憶力を高める方法を教えてください。わあ、俺も記憶力高めたいですね。国語の勉強、原文に関してはちょっと勉強法ってのはほぼないんで、問題を解きまくって方向性とか問題の意図をつかみまくるしかないと思うんですけど、古文ってのは古文をたくさん読むしかないですね。そうすると当時の流行りとか物語の方向性とか、変な話癖みたいなのが分かってくるので、あ、この時代の平安時代の文章ってこういう風に進みがちだよねとか分かってくると簡単に答えられますね。平安時代の人が普通に読めた文章なので、読めりゃ答えられるわけなんで、読めるかどうかだけです。たくさん読むしかないですね。あ、じゃあツイッターの方にも、春から一人暮らしも始めたのですが、部屋の掃除が苦手です。公務員に片付けなきゃいけないことは分かってるけど働けないです。面倒だなってことに取り組むことのモチベーションどうしてますか。面倒なことはしないです。掃除なんかしなくたって死にはしないんだから、お部屋になるまで、なんかもう汚ねゴミ屋敷になるまではしなくてもいいんじゃないかなと思います。でもうゴミ屋敷になる前に引っ越す、それでいいんじゃないでしょうか。よく研修などで思い込みをなくすとか固定概念を捨てようと言われますが、そもそも自分の考えが思い込みや固定概念に縛られている状況なのかどうか瞬時に判断できません。今の考えが思い込みでないか固定概念に縛られていないか判断できる方法は何かありますでしょうか。なんかね、よく最近研修で、ね、パズルチックなこととか地頭みたいな、ね、ことをやらせる企業であったり、そういった研修があるんですけど、あれって最初から答えがある時点でもう地頭でも思い込みでも何でもないですよね。引っかけクイズみたいなもんで、思いつかなかったでしょうみたいな後出ししたいだけなんで、何の役にも立たないですあれは。それでなんか研修のパッケージ作って儲けてる人がいるだけで、基本的には何の役にも立たないです、ね、固定概念を捨てようって言ってるやつが一番固定概念持ってますからね。答え持ってるんだから。現在中3です。今通ってる中学校や先生方が大好きすぎて卒業するなんて考えられません。今でも卒業するって考えたら泣きそうになります。どうすれば気持ちを割り切ることができるでしょうか。今中学3年生ってことで、人生で今までどれだけの人と接してきたかちょっと分かんないんですけど、今後同じペースで生きていったら、中学3年生だから15歳、15年間よりもはるかに多くの人と接することができます。その人たちを同じぐらい好きになる可能性もいっぱいあるので、新しく、ね、好きになったり仲良くなる人がいるかもしれないってことにもっとワクワクしてください。で、なんか本当にその人たちが好きなんだったら、学校の中にいるから好きってわけじゃないでしょう。その人たちの人間性とか、人間が好きなんだから、別にどこで会おうが生き楽しくできるはずなので、卒業してから会えばいいと思います。初対面の人と仲良くなる時のコツ的なのはありますか。これは本当に仲良くしてくださいっていうのが超いいと思います。初対面なんですけど、なんか仲良くしたいですって言うと、はっきりノーって言いづらいんで、ちょっと仲良くしてくれます。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。今、彼は今公務員ですか。7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか。自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。私は虫が苦手です。ああ、わかる。ゴキブリ、ムカデなどなら容赦なく退治します。え、苦手なのに
すげえ。あ、そうなんだ。ですが蝶やテントウムシなどは退治しません。そりゃそうだろ。何もしてこないでしょ、蝶、蝶やテントウムシって。その、もし子供に蝶は退治しないのにゴキブリは退治していいのと聞かれたら何と答えたらいいでしょうか。同じ命であることは変わりないですが、ゴキブリやムカデなどは退治したいです。同じ命ではないでしょ、ゴキブリの命なんだから。あなたの中でだって明確に基準があるんだから、別に同じ命じゃないんじゃない。でもまあ本当に虫好きの人からしたら同じ命なんだと思いますけど、自分の中の物差しがあるんだったらそれは説明できたらいいんじゃないでしょうか。なんで蝶々やテントウムシ退治しないのっていうのをまず子供に説明できればいいんじゃない。それが可愛いからとかでも別にいいっちゃいいと思います。自分はいつも何かを選択するときに全くやらないの0か完璧にこなす100の2択でしか行動できません。程よく手を抜いて物事をこなすにはどうすればよいでしょうか。はあ、この方がどういう方なのかやっぱ知らないんでこの文面ですか想像することはできないんですけど、サボる理由として0、100でしか2択でしか行動できないとか、やるときはやるとか、いろんな理由を作ってることがまあ多いです。そういうケースの方が多いです。多分手を抜く術は人間誰でも持ってるので、むしろ50の仕事なんか誰も求めてないし、そういう生クラの仕事が一番困るので100出す機会を増やした方がいいと思います。本当に完璧にこなす100を出せるんだな、それは才能なので、いっぱいその才能を生かしてください。いろんなことに対して100で挑んだ方がいいと思います。やらない理由としての、ね、0、100をみんな持ってきがちなので、特にまあちょっとの興味あることは100やった方がいいと思いますね。全てから逃げたいと考えたときに逃げることはできますか、その方法を教えてほしいです。どれぐらいのことなんですかね、そのもうこの世から逃げるとそういうことなんですかね。それはあんまりお勧めしないです。でも普通に会社辞めてその辺ブラブラするとかでもだいぶ逃げられることが多いと思います。仮面してて将来は心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと、あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなる方法教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ、将来とかそういう先のこと考えたら。もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとか今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。あ、好きな画家は誰ですか。うわー、ドラクロはずっと好きなんですけど、パッと見上手じゃなく見えるから好きなんですけど、でもかっこいいから。あ、でもミュシャとかやっぱシンプルに好きですね。やっぱおしゃれですよね。中学ぐらいの時からなんかその絵のタッチがやっぱかっこよくて、あ、かっこいい人だな、かっこいいイラストレーターっぽいなみたいなんで好きだったんですけど、ミュシャって名前がどうしても日本語の語感からするとすごい女性っぽいじゃないですか。すげえひげ面のおじさんなんですよね。そこも含めてミュシャっていいですね。また生放送してほしいです、お願いします。まあ生放送しないんじゃないかな。まあ別にしてもいいんですけど、あんまりなんかできないのでやんないんじゃないかなと思います。学生にアドバイスしてください。学生にアドバイス、遅刻しないように今日はもう寝てください。私はいわゆるシワシワネームで、ああ古臭い名前とかなんですかね。自分の名前が好きではありません。どうすれば自分の名前が好きになれるでしょうか。へえ、そんなに苦痛なんだったら改名したらいいと思いますよ。めんどくさいですけど不可能じゃないの で改名したっていう経験がすごい面白いのでキャッチーです。結構改名したらいいと僕は思います。まあ家族が何ていうか分かんないですけど、そんなに嫌なんだったら全然していいと思いますし、で合コンで自分の名前言うのが恥ずかしいような名前ってすごく食いつきがいいと思いますけどね。武器なんじゃないかなと思いますね。古臭いって思われる時点でイニシアチブ取れてるようなもんなんですよ。相手は必ずこう思うならこういう対処ができるみたいなのができるんで、一歩強い武器だと僕は思いますけどね。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったりいろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか。文章つながってる。
大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかって、どういうこと？同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、別にそこは大人とは関係ないと思います。朝早起きするためにはどうすればいいですか。私は朝がとても苦手で、朝に勉強しようと思っても結局寝てしまいます。どうすれば早起きができるのか、また早起きするためにやっておいた方がいいことなどありましたら教えていただきたいです。これは勉強しようと思ってるってことが大事なんですよね。なんで夜勉強したらいいんじゃないですかね。日中でもいいんですけど、朝無理やり時間作んなくてもいいと思います。なんか朝時間作るとなんか一日がうまく転がるっていうなんか流行りがありますけど、別にどの時間に何やってもそんな変わらないです。やってるっていうことの方が重要なんで、もちろん効率的な時間っていうのはあるんですけど、空いてる時間に日中やったらいいと思います。夜更かしが苦じゃないんだったら夜やってもいいと思います、はい、朝無理して起きるっていうのはもちろんそれが苦にならないサイクルに入ったらいいんですけど、それまだ苦なので、そんなことよりもなんか楽に時間作る方法を考えた方がいいと思います。読書を習慣化させるいい方法ありますか。これ最近見つけましたね、まあ、どうしてもやっぱ本めちゃくちゃ買っちゃうんで僕も積読しちゃうんですけど、全部今本を玄関に置いてますね。家出入りするたびに、朝外仕事行く時とか疲れて帰ってきてる時、必ずもうドア開けると本があるんで、もう読まなきゃっていうバイアスがすぐかかりますね、スイッチが。俺何やってんだって毎回そのげんなりするんで、必ず出かけるときに本パッて取ってそれ持ったまま歩いてるんで、移動中とか開かざるを得ない状況にしてます、ね、ただそこまでして本って別に読まなくてもいいんで、情報源としては別に何でもいいっちゃいいんですよね。若い子に嫉妬してしまいます。若い子や次の世代に自分の立場や人間関係を取られてしまうのではないかと恐れ嫉妬してしまいます。あーなるほど、あーはいはいはい、まあでもあなたもね、若い時に老いた人の立場を奪ってきたんだからそれはしょうがないんですけども、あでも同世代の芸人とかの話聞いてるとやっぱりね、第7世代に嫉妬してるっていう人は多いと思いますね。でもその人もね、上の世代から嫉妬されてるだろうし、逆に上の世代を嫉妬することもあるし、嫉妬するのはしょうがないんじゃないですか。自分より優れてる人が世の中にいるってことですからね。絶対人間は絶対にその時代遅れになるわけじゃないですか。そこは受け入れるしかないんじゃないですかね。ずっと一線を走ってるのは無理だと思いますし、一線走ってる人も走ってるふりをしてるか若い人の目をうまく積んでるだけだと思うので、そんなにそうこればっかりはしょうがないです。やっぱ老兵は死なずただ消え去るのみなんてね、昔の人も言ってましたし、これはもう受け入れるしかないですね。もしくは不老不死を目指すしかないです。お金のへの執着を減らすにはどうしたらいいでしょうか。これはなかなか難しいんですけど、お金のない生活を続けるとお金ってやっぱ執着しなくなりましたね。でも周りに行くとお金がなかったからこそお金に執着しちゃうらしいんですけど、僕はもうそれでなくなりましたね。お金なくても幸せだったっていうのがやっぱどうしても大きいのかもしれません。子供の背を伸ばしたり体格を良くするために何が必要だと思いますか。なんだっけ、格好カルシウムじゃない、なんかカルシウムの種類であるんですよね。オランダはそれを国策じゃないけど結構多めに摂取するようになってから身長が伸びたみたいな話があったと思うので、それがいいんじゃないですかね。あとはやっぱり垂直方向の刺激があると伸びやすいっていうのは昔から言われてるんで、まあ実際にどれぐらい本当なのか分かんないですけど、やらないよりはやった方がいいんじゃないですかね。最近ね、骨延長手術、それをやってる人がね、よくインフルエンサーとか、配信とかやったりするんですけど、やっぱり運動能力は落ちてしまうので、そうね、子供の頃に頑張らせるしかないんじゃないですかね。ただ子供の背を伸ばしたからってね、めちゃくちゃなわがままですよね、親の。これは難しいんじゃない、食生活習慣だけでは遺伝子は超えられないと思うので、まあでもまあいろいろ頑張ってみてください。垂直方向の刺激が大事なんじゃないかなと思います、運動に関しては。まともに生きようとして疲れてしまうことが多いです。適当に生きるってどうすればいいんでしょうか。ああでも適当ってひらがなで書けるなら多分その素養があるんじゃないですかね。とりあえず漢字を捨てましょう。そうするとね、ある程度面倒くさいこととか逆に不便だなと思うことがあるんですけど、それを不便に感じなくなったら多分適当に生きていけると思います。今のことだけ考えてはいけないと聞きますが、すぐ先の未来を考えても遠い未来を考えても不安な時どうすればいいですか。今のことだけ考えてはいけないと聞きますがっていうのは僕はちょっと聞いたことないんで分かんないですけど、
すぐ先の未来を考えても遠い未来を考えても不安な時どうすればいいですか。不安なことはもちろんあると思うんですけど、なんか希望的なことはないんですかね。遠い未来考えたらみんな不老不死になるみたいなことを考えたらなんか明るい気持ちにならないですか。なんないんだとしたらだいぶ生きるのしんどそうですけど、不安になるぐらいだったら今のことだけ考えた方がいいと思います。悲しいことから立ち直るためにはどうしたらいいでしょうか。レゴとか作るといいと思いますけどね。悲しいこと、身内の死とか取り返しがつかない、もうリカバリできないような、本当に取り返しがつかないことから立ち直るのはまあ難しいと思うんですけど、人間ってそこまで複雑じゃないと僕思ってるので、意外とどうでもいいことに熱中するとその瞬間はやっぱり忘れられると思うので、それが映画であったり漫画であったり音楽であったりいろいろあると思うんですけど、そういうものは意外と試してらっしゃると思うので、まだ試してない単純作業をやってみると意外と心はリフレッシュできますね。心理的な疲労は肉体的疲労に移行させることは、移すことはできるんですけど、それ逆は難しいんですよね。だから心が疲れてるときは体めちゃくちゃ疲れさせると、そっち側に意識がある程度移行して、でもこの肉体的な疲労は寝たりしたら回復できるじゃないですか。それを繰り返すのは結構ありだと思いますね。いや、科学的エビデンスはそんなないんですけど、でも経験則としてそれをやっぱやってる人が多いので参考になるんじゃないかな。世界を征服する方法を教えてください。はあ、なるほど。何をもって征服なのかって感じしますね。地球という領土全部を自分の国にするっていうタイプの征服であったり、経済的に支配するっていう方法であったり、いろいろあると思うんですけど、武力か経済力かどっちかが必要なんじゃないですかね。ただ征服すると搾取する側がいなくなるので、あんまメリットはなさそうですけどね。侵略する場所がなくなると武力を行使する相手がいなくなるので、内部崩壊しちゃうっていうのが、まあ、歴史が大抵証明してくれてるんですよね。はい、外部になんか領土を求めるタイプの征服の仕方は、征服し終わった瞬間別の悩みが発生するので、また経済的に征服しようってなると、むちゃくちゃなお金持ちになったとして、世界で一番世界の富の大半を手に入れているのは大金持ちになって好きなことをやるってなっても、それが征服なのかって話なんですよね。経済的な支配ってのはあんま退屈そうですね。結局お金持ちかどうかだけの話になったんで、征服したっていうか、なんか実感がない気がしますね。だからあんま征服しない方がいいんじゃないかなって思いますね。私はすぐに泣く癖があり、怒りがこみ上げてくると涙が出てきます。人に怒られても泣きたいわけでもないので、勝手に涙がこみ上げて泣いてしまいますし、人に対して腹が立つことや理不尽な目に遭った時など怒りとともにどうにもできない無力感で、どうしたらいいのか分からず泣くしかできません。この感情の起伏に疲れてしまいます。どうしたら泣かずに済むのか、こんな自分とどうやってうまく付き合っていけばいいのでしょうか。なるほど。まず人に怒られないようにするべきですね。そうなると怒られなければ多分泣かないはずですし、で人に腹が立つ状況にならなければ多分泣かないわけですよね。多分泣く癖があるわけじゃなくて、感情が動くことが多い現状に問題があるんじゃないですか、ね、もっとフラットに過ごせる場所に行くか、フラットに過ごせる働き方をするべきじゃないでしょうか。まあ、働いている職場なのか分かりませんけど、それがでも怒られるってことは自分より上の立場の人がいるってことだと思うので、怒られない術を身につけた方がいいんじゃないですかね。この人がいい悪いじゃなくて、怒られることには原因があるんですよ。多分その上の立場の人から見て間違ってることをやってると怒られちゃうわけなんですよね。自分この人が世間的には正しいことをやってたとしても、その狭いコミュニティ、上の人とこの人っていう上下関係がある一対一の場では、上の人の方が正しいことが往々にしてあるんですよ。でそれはそれとして、納得するしかないと思いますね。じゃないとずっと怒られちゃいます。自分では間違ってると思ってるけど、怒られたくないから間違ってる手段を選ぶっていうのは、まあしょうがないと思うんですよ。泣きたくないじゃないですか、怒られたくないし。でもそれが不健全だなと思うなら、その関係性を解消する、つまりその怒ってくる人から離れるしかないですね。まあでも泣いてもいいんじゃないですかね。あんまりそんな、あの人泣いてるなと思うぐらいで別にそんな気にしなんないと思いますけどね。まあ、多少軽い後ろ指は刺されるのかもしれませんけど、あいつすぐ泣くなって言えるかもしれませんけど、まあそういう人なんでしょうがないですよね。他のところで結果出せば別に平気だと思いますね。すげえ泣くけど仕事できるなら問題ない気がしますね。海外で仕事するならどんなことしますか。
今のところ日本でやってるこの仕事がすごい楽しいんで同じことしたいなと思うんですけど、今の仕事は海外でね全部なくなっちゃうからやることないな。海外行ったら仕事したくないですね。話したいことがあっても勇気が出ないときどうしたらいいと思いますか。勇気であり何なりっていうブレーキが働いちゃうってことは、そこまで話したくないって思ったらいいんじゃないですかね。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きていくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力が必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。究極に疲れてると自分の履いているパンツを脱いでクンクンしてしまいます。なんか落ち着くんですよね。なんでなんでしょうね。私のカエルも好きみたいで丸めて投げてあげるとおもちゃにして遊んでいます。むっちゃわかるわ。なんですかね、自分の中の臭い匂いってなんかむちゃくちゃ魅力的に思いますよね。そんなに不思議なことじゃないんじゃないですかね。人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい、相手にそのつもりがなくても傷ついてしまいます。鈍感になるにはどうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで何か仕方しても大丈夫なので、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。どこで勉強するのが好きですか。喫茶店ですね。全然人のいない喫茶店とかが好きです。家は嫌いです。結婚してない女性を正直なところどう思いますか。未婚の女性と思います。それだけですね。どうとかじゃないですね。読みたいと思う本がたくさんあります。でも読み始めて30分ほどで眠くなったり集中力もなくて、一冊読み切るのにとても時間がかかってしまいます。集中して一気に読めないせいか内容の理解も悪く身になっている気がしません。なるほど。一気に読んだから身につくわけじゃないです。何回も繰り返し読んでください。内容の理解が悪いのはその一気に読もうとしているからだと思います。じっくりじっくり時間かけて読んでください。ただ集中力がなくて読み始めても30分ほど眠くなるんだったら、多分それ読みたくない本だと思いますよ。もっと自分に合った本を選んでください。他人と関わるのが億劫です。家族以外の人との時間を仕事が休みの日にわざわざ作るのが本当に憂鬱で、その結果今でも会う友人は一人だけ、私って寂しい人間かなと思うことがありますが、たくさん人と交流した方がより良い人生になると思いますか。僕も友達は全然いないので分かりませんけど、他人と関わるのが億劫ですって言ってるのにこういう文章は投げかけてくるっていうのが、情報が一方的に得られれば楽なんだろうなっていう生き方をしてるんじゃないかなと思います。そういうのってあんまないので、自分からある程度労力払わないといい情報って手に入らないので、もうちょい労力払ってもいいんじゃないでしょうか。個性という言葉は大事にする必要があると思いますか。まあ日本語は大事にしてほしいですけども、大事にする必要、それなりに大事なんじゃないですかね。でも一番大事な言葉ではないかな。もっと合法とかの方が全然大事な言葉ではありますね。まあ、社会で生きる上ではトップクラスに大事な言葉はそっちかな。それよりは圧倒的に下ですね、個性。そんなに気にしなくてもいいと思います。数年前主人が電車の中でカズレーザーさんを見かけたそうです。いつもの真っ赤なスタイルで大変目立っていたのに誰も声をかけないシュールで異様な光景だったようです。そんなに目立つのに電車に乗ることは多いのでしょうか。やはり声をかけたら迷惑でしょうか。別に迷惑でも何でもないです。でも別にそんなに愛想よくもないですよ。知らない人に声かけられたらみんな知らない人だと思うじゃないですか。僕も思うんですよ、そういうふうに。こっちは知らない人として扱うので、はい。だからそんなに愛想は多分よく見えないと思います。漫画を読んでいるというと本を読んでいることにならないと言われるのはどう思いますか。いや、なんで漫画は書籍じゃないですか。どういうことだろう。ってことは図鑑とか画集とかも本を読んでいることにならないのかな。なんだろう、活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマである程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では漫画よりも確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね。同じテーマで書いてあって、新刊一冊読むのと
同じテーマで書いてある漫画、コミックス、10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね。そういう意味ではいいと思いますけども。娯楽要素の強いコミックスと学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ、学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね。でもそんなことをやつは無視していいと思います。小さい頃から親にも友達にも先生にも相談できず、ずっと溜め込んでしまうんですが、どうしたら誰かに相談できると思いますか？そんな溜め込んだことをここに持ってこないでよ適当に答えるんだからこっちは第三者的な感じでね、相談するのがいいと思いますけどね。よくまあ対応されるテクニックじゃないですか。自分の悩みなのに、なんかさ、なんか聞いた話なんだけどみたいな感じで第三者として適当に軽く投げてみるっていうのがいいんじゃないですかね。めっちゃ真面目な質問なんですけど、生きてる意味って何だと思いますか？いや、生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので、意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすれば、だらだら生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので、意味なんて持たない方がいいと思います。あとポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を喋れんのかっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。小学生の頃の嫌な思い出が原因でバイト先の先輩たちとあまり仲良くなれません。大学でも友達作りたいけど踏み込んだ話ができるほどの子ができそうにないです。話も下手で、以前お前の話ってあっそうで終わると言われました。大抵の話ってあっそうで終わりますけどね。そういうもんですよ。でもっと言うと、みんなあんまり仲良くないんですよ。そんな言うほど踏み込んだ話してないんですよ。でも喋んないよりは喋った方が楽な時はあるじゃないですか。ちょっとでも楽にするのを、数を個数を増やして全体的を楽にしてるんで、毎回毎回踏み込んだ、まあ、親友みたいなことじゃなくていいんですよ。人との接点ってもっと軽いもんですから、あ、この人ともう合わねえなと思いながら付き合ったらいいと思います。看護実習が辛いです、応援メッセージをください。いや、辛くても頑張ってください。今後 私も多分お世話になる可能性もあるので、頑張ってください。早起きのコツ、早寝ですね。塾講師のバイトをしようと思うのですが、分かりやすい授業にするためのコツって何だと思いますか？あの、授業してみたみたいな動画の方いらっしゃるじゃないですか。あの人の喋り方とか内容完コピするのがいいんじゃないですかね。分かりやすい授業って別にあんま実はなくて、見たことあるとかの方が重要な気がします。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか？アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなり合いにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。学校で長崎に研修に行くので、後日レポート作り、パワーポイントでみんなの前で発表するのですが、面白いテーマとかありますか？長崎に少しでも関係してれば何でも良いのですが、長崎といえばやはりさだまさしさんです。さだまさしさんの名曲についてパワーポイントで発表してみてください。あとは長崎の離島、五島列島とかね、ああいうところの文化とかすごく面白そうですけど、でも研修に行く場所は決まってるんだから、もうその場所のテーマで発表するしかないんじゃないですかね。本当に何でもいいだったら、やっぱりさだまさしさん、福山雅治さん、ジャパネットなど、長崎のことについて発表したらいかがでしょうか。僕は高校1年生で文系と理系のどちらかを悩む、選ぶか迷っています。将来やりたい仕事につながりそうなのは理系なのですが、得意で好きな教科は文系なんです。どちらを選べばいいでしょうか？理系を選んでください。得意で好きな教科は文系ってのは、多分覚えて数字が、ね、点数が伸びやすいからってことが多いので、将来やりたい仕事が理系なんでしょう。じゃあ絶対理系選んだ方がいいです。大学4年です。卒業まで1ヶ月ほどとなりました。残りの学生生活でしておいた方がいいことありましたら教えてください。1ヶ月でできることっていうとね、だいぶ限られてると思いますけど、まあでも1ヶ月まるまる使えるんだったら、さっさと職場の近くに引っ越した方がいいと思います。卒業式とかああいうのってあんま出ても、まあ、僕も出たんですけど、結局意味なさそうだなって思って出たんですけど、やっぱり意味なかったんで、
サクッと新しい生活に1ヶ月早く慣れた方が得るものは大きいんじゃないかなと思います。下半身麻痺のため車椅子で生活しています。へえ。外出時などに周りの目がとても気になるんですが、気にしない方法などありますか？しばらくはリハビリとかしても、まあ、非生活が続くのであれば気にしないっていうのをどうですかね。車椅子以上に目立つパートをどっかに作るとかなんですかね。そうするとそっちの方が気になって周りの目にあんま意識いかなくなりますね。まあ、俺もちょっと周りの目を気にしたことないんでちょっと分かんないですね。やらなきゃいけないことは分かってるのに行動できないことがあります。どうしてもやらなければいけないことなのですが、次の行動に進むためにはどうしたらいいでしょうか。こんなところで聞いてないで早くやってください。過去のトラウマを乗り越える方法を教えてください。そのトラウマが何なのかちょっと分かんないので、1個前の質問と同じですかね。忘れるのはむずいんじゃないですかね。一回覚えたことって人間なかなか忘れられないので、なるべく似た状況を再現して成功体験で上書きするのがいいんじゃないですかね。子供の時から年を取ることが嫌で、死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝るときに怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか考えても未だに解決策は見つかりません。僕も見つかりません。なので寝るとき怖いことを考えなくても済むようにヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。現在非正規として働いてます。仕事の内容は広告みたいなことをしているのですが、広告みたいなこと上司の社員があまりデザインの知識がないらしく、上司がデザインした制作物を見ると思わず突っ込んでしまいそうになります。でも立場上意見を強く言えません。このまま黙っておくべきでしょうか。言った方がいいんじゃないでしょうか。ただ言ってもじゃあ上司のそれよりいいのが対案が出せるのかっていうのがあるので、対案を用意してから言えばいいんじゃないですかね。昔から悩みなどを人に相談することが苦手なのですが、どうやったら思っていることを人に話したり悩みを相談できるようになると思いますか。悩みを相談するのが苦手なことをここで相談してくれてるんですね。不思議な構図。悩み相談ってまあお金払って聞いてもらう以外ではね、された方も困るだけなんで、あの悩み聞いてくれたらこういうメリットがありますっていうのを先に提示した方がいいんじゃないでしょうか。人生の岐路にあります。人生の中で大きな選択はいくつかあると思いますが、回数を追うごとに後戻りできないような気がしてしまいます。そのような大きな選択とはどのように向き合うべきでしょうか。後戻りできないんだ。まあ時間がね限られてる。人間は死から今のところ逃れられないようなので、リカバリーする時間っていうのが短くなっているのかなと思いますけど、その分生きてきた知恵みたいのがあるのでリカバリー能力は上がってると思う。手の手どうでしょう。そう考えたら多分後戻りもできるんじゃないかなと思いますね。7年間好きな人がいます。ええ。でも関係を壊したくないから思いは隠しています。は。関係を壊したくない気持ちとどんどん欲が出てしまうのを両方を満たすのは不可能ですか。不可能でしょう。なんですかね、関係を壊したくない、そのパートナーとかの関係ではない、恋人っていうわけじゃないんですかね。でも好きなんですね。7年この方がおいくつか分かんないですけど、7年経って進展ないなら多分脈はないんじゃないでしょうか。スマホを見過ぎてしまうんですけどやめたいです。どうしたらいいでしょうか。解約しなさい子供が1人います。私の身体的な理由もあり2人目は難しいです。周りから1人っ子はかわいそう、わがままに育て2人目は作らないと、とやったら言われます。そう思いますか。また上記のようなことを言われても気に病まない方法を教えてください。一人っ子で十分じゃない。二人育てるの大変でしょ。どんなやつなの周り、一人っ子かわいそうとか今時言うやつ。気にしなくていいんじゃない。気に病まない方法、その子と遊んでたら気にしなくなるでしょ。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらいいですか。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらよいですか。1回で伝わる文章を書けるようになればもうちょっと伝わるようになると思います。カズレーザーさんにとってプロフェッショナルとは結局妥協できる人じゃないですか。もう皆さんそうおっしゃると思うんですけど、期限が決まっていることで結果を出せる、でここは残念ながら達成できませんでしたっていうオミットする点をより上手に見つける人がプロフェッショナルなんじゃないですかね。よく言いますけど、やっぱアマチュアはね100点を目指す権利がありますけど、プロフェッショナルは納期までに
どれだけ高い点数を作るかみたいなことですもんね。そういう意味で僕は全然プロ感覚はないです。地頭が悪いんですが改善方法はありますか？地頭って言葉を使うと頭が悪く見えるので使わない方がいいと思います。地頭って概念はあんまり確立されたものじゃないので、知識一辺倒の対義語として使われるんですけど、その地頭の良し悪しを測るなんか方法尺度自体が結局決まってるので、それも結局知識と一緒なのであんまり気にしなくていいと思います。それはひらめきとかも一緒で、最初から解き方方法が決まってるひらめきなんて、ひらめきでも何でもないので、それはただ今までやってきたことの慣れとかでしかないので、あんまり地頭ってことは使わない方がいいですよ。彼はずっと嘘をついていました。失恋したショックからどう立ち直ればいいですか？マラソンとかハマったら結構恋愛とかどうでもよくなりますよ。1年経てば失恋って本当どうでもよくなることが大概です。失恋したショックってマジで人生において大抵変みたいなもんです。なるべく二次元の世界に近づくためにはどうしたらいいですか？二次元の世界みんな好きっすね。今のね、思考パターンとか脳みそが三次元の中で成立してるんで、二次元の世界に持ってことは絶対無理なんで、もう腹くくって真っ平らになってみるしかないんじゃないですか。それぐらいのことを言ってると思ってますよ。